皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はユーフレットというサイトの使い方についてお話をさせていただこうかなと思います。題してプロが教えるユーフレットの使い方なんつって、まあちょっと大げさな感じで書いてしまいましたけども、普段皆さんね、このアコギでジャカジャカっと曲を弾いたりとか弾き語りをするときにユーフレットっていうサイトを使っていると思うんですけれども、どうでしょうか。もうめっちゃ便利なサイトっすよね。もう大抵の曲だったらあるしさ、もうコードとかも出てくるしさ、わあこいつは便利って感じなんだけれども、たまになんかこう弾いてると、なんかこう難しすぎねえかっていうのがあったりとかね、このコード何これみたいなのあったりとか、なんかちょっと違う気がするぞとか、あとなんかこのコードチェンジのタイミングわかんなくて、これどうやって弾けばいいかわかんないなみたいな感じで、便利なんだけども、なんかちょっともう一押しっていう時結構あったと思うんですよ。その辺のお悩みを解決する話をこの動画の中ではベラベラとさせていただこうかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいませ。とりあえずコードの解釈の仕方に関しては4つ覚えてほしいことがあります。4つのコツがございます。それは何かと申しますと、よかったらメモしてくださいませ。1、まずテンションコードは省略 OK。 テンションコードは省略 OK。 2つ目、オンコード括弧分数コード、オンコード括弧分数コードも省略 OK。 で、3つ目に関してはコードはアレンジしても OK、 コードはアレンジしても OK。 で、最後4つ目に関してはコードは減らしても OK、 コードは減らしても OK。そんな感じの4つのコツをお話しさせていただこうかなと思います。まず1つ目、ババン、テンションコードは減らしても OK、省略しても OK ということなんですけれども、これ何かと申しますと、まあこういろいろさ、あの曲を弾いてるとさ、なんかこう、なんか例えばその F、なんかこうマイナーメジャーセブンスとかさ、なんか出てくるとさ、えって思うじゃないですか。他にもその G フラット、なんかこのアドナインとか、他にもなんかこうね、D セブンスフラットナインスみたいな、なんかこんな感じの出てくるとさ、もうね、もう超やる気なくしたみたいな感じになるじゃないですか。こういうコードが出てきた時にどうしたらいいかという話でございます。ズバリ、あのね、もう取っちゃっていいです。取っちゃっていいです。取っちゃっていいです。こういうやつ。取っちゃっていいです。とりあえずこのアルファベットがあって、でその隣にこのシャープとかフラットとか、つくじゃないですか。これはそのいわゆるそのルートっていうか、そのコードの、ね、役割そのものなんで、これはまあ省略できないです。でこれプラス小文字の M、 これはコードのキャラクターを決定づけるすっごい大事な、もううどんかパスタかぐらい違う、もう超大事な要素なんで、これはもう省略しちゃダメ。アルファベットと調合、このシャープとかフラットとか調合っていうんですけども、調合と、あとマイナー、この小文字の M、 この要素だけは無視しちゃダメ。けど他のものに関しては基本的に無視しちゃって OK です。なんでこの最初のこの F マイナーメジャーセブンスっていうんですけども、この大文字の M とセブンスとか、これも全然仕方しちゃって大丈夫です。もうなし、ババーンっつって。で、G フラットアドナインとか言われても、このアドナインとかもいいです。もうバーッと。もう省略して簡単にしていきましょう。どんどん簡単にしていきましょう。で、D セブンスフラットナインスとか出てきても、こんなも仕方です。もう D でいいです。D でいいんです、D で。こんな感じでもね、バシバシ省略して簡単にしていってください。これなんでかと申しますと、このね、テンションコードって言い方するんですけど、この辺はね、全部おまけなんですよ。テンションじゃないけど、あとこれ、C サス4 とか、これもね、もう仕方して大丈夫です。もうババーンつって、サス4知らねえつって、もう C でいいつって、やっちゃっても全然 OK。なんでかと申しますと、これね、さっきも言ったけどね、おまけなんです、おまけ。イメージとしては、なんかこう、スパゲティミートソースがありました。スパゲティミートソース。そのスパゲティミートソースはさっき言ってた、このね、アルファベットとね、この調合っていう、これ、この辺なんです。で、スパゲティミートソースなんだけど、この小文字の M はうどんかパスタぐらい違うんですよ。これはね、絶対、仕方しちゃダメ。けど、その上にかかってくる、このアド9とか、例えば、その他にもセブンスとか、なんかイレブンスとか、なんかこのフラットナインスとかっていろいろこうあるじゃないですか。サスポとかもそうですよね。サスポとかも。この辺とかいろいろバーッと出てくるんですけれども、この辺は何かと申しますと、このパスタにかけてるパセリとかチーズとかタバスコって話なんで、まあ、あったら嬉しいけど、まあなくてもいいって感じじゃないですか。もうカレーにおける福神漬けみたいな。まあカレーにおける福神漬け。僕はどっちかというと、そのカレーはその福神漬けを食べるためにカレーを食べてるんで、このおまけにはならないんですけども、まあイメージとしてです。イメージとして。カレーがあって、まあ福神漬けがあると。
僕の中でこっちの方がメインなんですけど、あのカレーにおいては、あのどっちかというと福神漬けがあってあのカレーって感じなんですけど、まあなんかそんなイメージでございます。メインの本体があって、まあ福神漬けがメインなんですけど、メインの本体があってなんかこの負け要素があるみたいな、そんな感じ。なのでこの辺の飾り付けに関してはなくてもいいよっていうのがそのざっくりした話です。で、一応厳密に言うとマイナー以外にもそのオーギュメントとかディビニッシュとかこういったものも、その、あ、なんだろう、ラーメンかパスタかうどんか、なんかそうめんかみたいな感じで、こうね、ちょっとの根本がそもそも変わるもう品目だから、ちょっとこの辺は無視しちゃダメなんだけど、まあ、あんま出てこないから、オーギュメントとかディミニッシュとかあんま出てこないから、とりあえず出てきたら、あ、諦めて、省略するか、ちょっとチャレンジするかっていう感じでやってみてくださいませ。どうですか？なんかこう聞くと、これだけでも結構なんか気が楽になった気がしません？曲を、チャレンジします、今からこの曲弾くぞ、うわーっつって、で難しいコードがたくさん出てきた、うわー頑張るぞってなる時もあるけども、やっぱりなんかこうわけわからんアルファベットが続くとやる気なくするじゃないですか。なんでもうこんな感じでこうバシバシとね、このパセリとか、カレーとかはもうバシバシと、省略していきましょう。で、たくさんいろいろ練習してきて、コードに慣れたりとかすると単純にこの余裕が出てくると思うんですよ。なんか D とか E とかうんたらかんたらってこうたくさんやってて、あ、なんかだいぶこの辺のコードに慣れてきて、そのコードブックを確認したりとか、そのフィンガリングとか確認したりとかしなくても、パッと見れば、あ、結構コードが出てくるようになってきたなっていう感じで、コードに慣れてくる時期っていうのが絶対出てくるんですよ。そこまで来たら、ちょっとチャレンジ精神を出して、いけるところ、例えばそのアード9は、じゃあちゃんと覚えようとか、なんかセブンスはちゃんと覚えようっつって、この自分のね、このできることの範囲、これが、しっかりとマスターできたならば、ちょっとずつ広げていく感じで、このテンションコードとかを取り入れていくと、どんどん弾ける幅がね、広がっていくから良いかなという感じです。ただ全部が全部、拾おうとすると、ちょっくら大変なんで、まあ最初はもう、すっ飛ばしていこうねっていうのが、一つ目のテンションコードは省略 OK という話でした。二つ目、オンコード、かっこ分数コードも省略して OK という話なんですが、オンコード、分数コードってそもそも何やねんって、思った方もいらっしゃるかと思います。U フレット見てると、こういうの出てきません？こういうの。なんかこう、ああ、そうってなってる人多いと思うんですけども、これ楽譜によってね、書き方が違って、G on B と G on B。そして、こう書く楽譜もあります。これね、全部同じ意味です。G on B と読みます。G on B。G on B、G on B。このコードに関しても基本的にオンコードは省略しても OK です。基本的に8割の確率で左側のコード、こっちを弾いていけば OK。8割の確率でこっちを弾いていけば OK。残りの2割はこっち弾かなきゃいけない時もあるけども、残りの 1.5 割って感じですね。1.5 割。残りの 1.5 割はこっちを弾けば OK なんですけども、残りの 0.5 割に関しては、5分に関しては例外です。ちょっとこっちでもこっちでもないっていう、なんかそういう特別なのがあったりとかするんですけども。まあこのオンコードもね、覚えるの大変だから、ちょっとね、オンコードが出てきて、あーってなってきたらば、基本的に左を弾いていけば OK です。これ何かと申しますと、そのなんかこう、イメージとしてはね、この器なんですよ、器。なんかこのパスタに乗ってるこの下の皿。皿がなんか何、丼なのか、それともなんかでっかいダイヤのプレートなのか、それともなんかキャンプファイヤーとかで使うような飯盒なのかみたいな。なんかそんな感じのノリなんです。一応基本的に、どのコードもその皿を持ってるんですよ。例えばその C コードっていうんだったら、なんかこの、なんだろう、なんかこの C っていう、なんかこのスパゲティがあって、で、そのスパゲティにはやっぱりこのでっかいこの丸い白い皿がね、合うからね、この丸い白い皿が基本なんです。で、このスパゲティと丸い白皿がもう基本的にはセットなんですけれども、例えば皆さんがそのバーベキューとか行ってさ、なんかこうもしくはキャンプファイヤーとか行ってさ、外に行ったらさ、なんかこうちょっとこう質素なこの飯盒とかさ、なんかちょっとアルミのなんかこうちょっと安っぽいのとかさ、なんか紙皿とかでさ食べたりするじゃないですか。アウトドア行ってまでこんなしっかりした皿使わなくてもよくねっていうことなんで、たまにはそのパスタをすごいこのね違う皿に乗せたりとかするんです。で、その違う皿っていうのは、そのなぜ乗せるのかっていうと、なんかそのキャンプだからとか、なんか見栄張りたいからとか、高級レストランだからとかっていろいろケースバイケースなんですけれども、それぞれのこの皿が用意されてるんですが、C コードを G っていう皿に乗せてくれ、他にもその F っていうコードを E っていう皿に乗せてくれっていうようなニュアンスなんです。
なんで F を E に乗せてくれ、 F っていうこの料理を E っていう皿に乗せてくれっていう話なんで、別に皿がなくてもいいじゃないかって、そういう話なんです。8割これで通じます。8割これで通じる。でも残りの 1.5 割はちょっとこっちです。実はあのなんかこう変幻、なんかメタルモフォーゼみたいな感じで、実はちょっとこう人格が入れ替わってた、なんか肩と肩がぶつかったら、なんか男と女が人格入れ替わって、はっ、俺が女になっちまったみたいな、なんかそんな感じです。で、残りの 0.5 割に関しては、こっちでもこっちでもないという現象がたまにあるんで、その時はあの諦めてください。そんな感じでございます。とりあえずバット引いてみて、判断基準としてはしっくりくる方って感じです。とりあえず試してみてしっくりくる方をチョイス。とりあえず試してみてしっくりくる方をチョイス。左を引いてしっくりきたならばそれで、でこっちでしっくり来なかったならば、こっちをチャレンジするとしっくり来るはずということです。これがそのオンコード、そして分数コードは省略しても OK ということです。で、その次、コードはアレンジしても OK ということなんですけども、ちょっとこの辺はね、ケースバイケースだから一概にこうって言えないんだけど、多分皆さんの中で一番 Ufletを見てて悩ましいコード第1位は、こやつ。だと思うんです。わかるってなったかと思うんですけども、ディミニッシュっていうコード、これね、ちょいちょい出てくるからね、意外と厄介なんですよ。けど、このディミニッシュを少しこうね、入れ替えるみたいなね、そんなノリ、ちょっとね、これ難しい。少し経験が必要です。例えば、その G シャープディミニッシュっていうコードが出てきたならば、これを E7 っていうコードに置き換えたりとかできるんです。ちょっとわけわからんですよね。どういうことやねんつって。ちょっと後でですね、その実例を交えて、どうしようかな。先に言おうかな。先に言いましょう。先に言います。今、Ufletを検索するとさ、すごい上位ランキングに、そのキングヌーの白日っていう曲があるじゃないですか。白日。あの白日という曲、パラバ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 ラ、そこのところに行くとすると、E コードから F に行って、F シャープディミニッシュから、G シャープディミニッシュっていうコードが、出てくるんです。サビのところ、ちょっくら少し弾いてみましょうか。あのサビのところ、みたいなところ。のところ。G シャープディミニッシュが出てくるんですけども、こういうのを違うコードに置き換えるっていう感じなんです。ディミニッシュ系で、なんかちょっとこれ響きが違うぞとか、なんか押さえづらいぞ、なんか違和感があるぞってなった方は結構いらっしゃるかと思うんですけども、このキングヌーの場合においては、F シャープを D7th、そして G シャープを E7th に置き換えることができます。ちょっと試してみていただくと分かると思うんですけども、結構ね、しっくりくるんですよ。このコードで。で、これなんで、このコードがこっちになるのかっていうのはちょっと理屈で説明できるんですけども、それを覚えてると大変なんで、コツとしてはこの白日っていう曲、一部分だけじゃなくて、そのトータルで一曲丸々バーンと見た時に、まあ、いろんなコードが出てくるじゃないですか。で、他の部分で出てきたコードが当てはまる可能性がすごく高いんですよ。なんでキングヌーのその白日の中で出てきたコードを片っ端からちょっと試してみてほしいんです。この F シャープディミニッシュじゃなくて、ここの中に何か別のコードが当てはまるはずだっつって、いろいろこうね、試してみてほしいんです。で、やっていくと D7th っていうコードがね、A メロのところとかで出てくるんですけども、そこでこうね、ガッチリ出てくるんですよ。あと E7th もそう。いろんなところで E7th 出てくるんですけども、G シャープディミニッシュのところで E7th を使うとガッチリ来る。ちょっとやってみましょうか。こちらも。なんかすごいしっかりなんか、ね、違和感なく、なんか普通に、ああ、なるほどねって感じがしませんか。コードの役割っていう言い方をするんですけども、役割が一緒なんです。なんでこうディミニッシュとかね、ちょっと押さえ方が難しいんですけども、こんな難しい押さえ方しなくても、
これで済んでしまうならもうね、楽チンって感じじゃないですか。なので、この曲の中に出てきたコードを片っ端から試してみて、しっくりものを探すと。これがその3つ目の、コードはアレンジしても OK ということです。このキングヌーの白日に関わらず、結構いろんな曲で言えることなので、なんかちょっとここおかしいなと思ったならば、こんなことを、チャレンジしてみていただけると嬉しいです。基本的にディミニッシュのコードを置き換えることになるかと思います。なんか U フレットのね、僕自身 U フレットを使うことは まずないんですけども、まあその生徒さんとかからさ、そのいろいろこう悩みというかね、これどういうことですかっていうのをこう鑑みるに、なんか U フレットはね、そのディミニッシュの置き方になんかすごいこの癖がある感じがします。なんでちょっとね、U フレットを利用するときはね、このディミニッシュを別のコードに置き換えるっていうね、この辺をちょっと覚えておくと、良いかと思います。その何倍。で、最後、4つ目。コードは減らしても OK という話でございます。ちょっとこれはですね、曲のモチーフがあった方が便利なので、ちょっと皆さんご存知なかったら申し訳ないんですが、宿命だ。オフィシャルダンディズム。もう、すごい世間を騒がしているオフィシャルヒゲダンディズムの宿命という曲をちょっと、ピックアップしてみましょうか。ちょっとご存知ない方は申し訳ないんですけれども、ちょっとお話を聞いてみてくださいませ。イントロが終わって、この U フレットのサイトだと、キー D だから、カッポさんか。カッポさんで、A メロ。心臓から、溢れ出した、B フラットディミニッシュ、声で、マイナスです。歌うメロディー、G シャープマイナス7フラット5。純粋無いた以来。まあ、なんかこんな感じの、なんかすごい、ややこしいコードなんです。ごめんなさい。すごい、めちゃめちゃ潰れちゃった。まあ、D、F シャープマイナー7、H シャープマイナー、G、A からディミニッシュに行って B マイナー、B マイナー7から A に行って G シャープマイナー7、フラット5。なんか念仏みたいですね。B マイナーから A7、G シャープのマイナー7、フラット5、E マイナーからの E、G シャープロミネスの E ブロミネルのサブみたいな感じ。なんか呪文みたいになってしまいましたけども。まあ、こんな感じなわけです。で、これを、その、正直に弾いていくと、あの曲の、イメージができるんです。このめっちゃ多いんですよ。めっちゃ多いんです。すごいコードがどんどん変化していくんです。で、初心者の方々ってやっぱこんだけね、コードがさ、コロコロ変わるとさ、何、ってなるじゃないですか。なんか、嘘っつって、本当っつって、間に合わないっつって、本当かいっつって。特にこのね、制覇コードが入ったりとかすると、うほほいってなったりとかすると思うんですが、結構ね、減らしても OK だったりとかするんです。この曲みたいにそのコード進行が多い曲は。具体的に言うと、この曲の場合は、こことか、このね、3つセットになっているときの、このね、真ん中のコードを抜いても全然 OK。例えば D、G、A、B マイナー。こんな感じ。まあ、確かにコード弾いた方がそれっぽくなるんですけど、それっぽくなるんですけども、まあ、本当だったらこう弾くべきです。な感じけど、これをサボって、タンスタラパパ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 パ最後のそのサビですね。サビ前。僕らの思いのとこですね。届けといくわけなんですけども、すごい細かく、そう。
もうすごいめちゃめちゃコード変えなきゃいけないんだけども、これめちゃめちゃ省略しちゃって E マイナーと A だけでもね成り立つんですよ。涙の足やとーんなんだっけ、叫びたいかよ、僕らの音届け、これでも成り立つじゃないですか。こんな感じ、コードを省略してもなんかこう成り立つのが何とか分かるかと思います。こんな感じでコードが多いなとか、ちょっとこうね、コード人数すごい多くて難しいなと思ったならば、ちょっくら抜いてもね、OK っていう塩梅でございます。これでこう、どんどんどん自分のね、そのやりやすい形にアレンジをしていって、とりあえず弾けるようになって、で、弾けるようになって余裕が出てきたら、さらにこういろんなコードを弾いて、なんかこう、ね、ちゃんとこう、なんだろうな、その、コード通り、書いてある通り、弾いて練習をして、広げると。可能性を広げる。自分のこのテリトリー、知識、引き出しを広げる。っていう感じにやっていくと、良いのかなという感じでございます。以上がまず4つの U フレットの、使い方という感じです。もしよければ参考にしてみてくださいませ。ちょっとね、具体例を、示しながらお話をさせていただきたかったんですが、ひまわりの約束、そしてキングヌーの白日、宿命、あとミスチルの花火、この辺を使って実例を交えながら話をしようと思ったんですが、ちょっと長くなってきたんで、これはまた別の話に、させていただこうかなと、別の機会にさせていただこうかなと思います。ちょっくらね、もしよければコメントしてくださいませ。今のその4つの話を聞いて、他にチャレンジしてみても、他の曲にいろいろチャレンジしてみても、解決するときもあれば解決しなかったときもあるんですよ。あれ、これ結局どうすればいいんだみたいな、なんか今話を聞いてなるほどって納得したとしても、いざやってみようとすると、ちょっと待てよ、どういうことやろうか、あれちょっとおかしいな、武田さんあんなすげえ簡単そうに言ってたのになってなると思うんですよ。もしなったならば、ちょっとねコメントしてください。で、そのコメントをしていただくときに何を書いてほしいかっていうと、曲名とアーティスト名と、可能であればね、その、U フレットの URL。で、あと具体的に、その、A メロ、B メロサビとかの、その、どこどこの部分がわからないみたいな感じで、コメントをしていただけるとすごく、嬉しいです。次の動画を作るときにそのコメントを拝見して、そういったところもね、この、汲み取りながら、実例を交えて皆様にご紹介させていただこうかなと思いますので、こういうときはこうするんだぜ、こういうときはこうするんだぜ、みたいな。ケースバイケースをご紹介させていただこうと思いますので、もしよければ、バシッとコメントしていただけますと幸いでございます。それでは実例を交えた解説はまた次回ということで、またお楽しみにしてくださいませ。それでは今日の動画はこちらで終わりにいたします。長い間、最後までありがとうございました。最後に、私、滝沢勝成、TIKAJAWA、滝沢という名前で Twitter などをやっております。もし動画のリクエスト、感想などがありましたら、バシッと、Twitter の方をフォローしていただいて、リプライしていただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようならば、はい、あんまりベラベラ喋ると、この人早口、テラバロスって言われちゃうからさ、行こう。